京都の河合勘次郎記念館渋美は字を分類する概念の一つ。また、日本の伝統的な美意識の一つでもある。渋みは、柿の渋のような味を表す。華やかでなく、落ち着いた趣がある。地味で深い味わいを指す。したがって、食品を味わう味を分類する概念とされる。また、美術、工芸を表現する概念でもある。渋いと形容し、節美語、さにより、渋さと体現化する。渋柿渋み物質は、主にアルミニウム、亜鉛、クロームのような多価の金属イオン、植物タンニン、エチルアルコール、アセトンのような脱水性溶媒、ハロゲン化酢酸を含む3類の4種に大別される味というが、基本味ではなく、触覚に近い感覚という。渋みと苦味は異なるものであり、例えば、柿渋の渋みはタンニン、茶葉の渋みはカテキン、苦味はカフェインによるものである。渋みは味を分類する概念の一つと考えられている。しかし生理学的定義に基づく味覚のいわゆる語、原味には含まれず、辛味と同様、渋みは触覚に近い感覚だと考えられている。また、渋みは苦味と似ているが、味覚の差は、組物質の混合比率や濃度により変化するため、生理学的には同一の味覚を指し、渋みも語原味に加え、第6の味とすることもある。渋柿、茶、ワインなどに含まれるタンニンは、口に入れると強い渋みを感じさせる。これはタンニンが舌や口腔粘膜のタンパク質と結合して変性させることによると言われている。このようなタンニンによる粘膜の変性作用のことを収斂作用と呼ぶ。渋みは、厳密には味覚の一種というよりも、このタンパク変性によって生じる痛みや触覚に近い感覚だと言われているため、渋みのことを収斂味と呼ぶこともある。タンニンが渋みを感じさせるためには、その水溶性が高く唾液に溶けることが必要である。逆に、宿合タンニンの重合度が増したことなどによって、不溶化すると渋みを感じさせなくなる。渋柿を甘くするために干し柿にするのは、この効果を狙ってのことである。雲龍院で出された抹茶日本茶は渋みを嗜好する飲食物である。茶は平安時代に伝わり、室町時代に茶道が発展して緑茶あるいは日本茶を抹茶や煎茶などで日本人は渋みをたしなんできており、渋みを好ましい味覚として受け入れることは長年の食生活を通じて徐々に熟成されてきたと言える。渋みは日本茶の嗜好を比較する上で一つの基準とされている。茶の渋みは緑茶中に含まれるカテキンによるものであることが示されている。また、抹茶アイスや抹茶チョコレートのように渋みの含まれる食品は根強い人気があり、定番商品になっている。食における色彩嗜好とイメージとの関係について、茶は渋さ、苦さのイメージと結びつくという。また、日本茶と渋さの関係は、柳宗悦によると、美意識の表現として渋さに影響を与えたという。幸いにも、日本ではごく普通の言葉を借りて、深い美を表すことが試みられた。すべての国民が美の標準をやすやすと語り得た国は、日本の他にないと思える。それは、他の国語に訳しようのないほど固有な言葉である。誰が言い始めたか、一語。渋いという言い表し方で最後の標準を述べた。この言葉が隅々まで普及したのは茶が預かって力があったであろう。柳宗悦、渋さの美、工芸文化文芸春秋社1942年、P215 絵唐津、鉄絵萩文壺、1590から1610年代。西方寺湘南亭渋さは日本の美意識の一つとして人や物の表現に使用されている。美意識における渋さの美について、柳宗悦は以下のように説明している。渋さは奥に空の美が宿る。だから無地をしばしば尊しとした。茶の茶碗は好んで無地を選んだ。情緒が深まれば必然にそこに帰るのである。たとえ絵付けがあっても簡素である。唐津が好まれたのは絵を無に近いまで静かにされてあるからである。柳宗悦、渋さの美、工芸文化文芸春秋社1942年 P221 渋さは日本庭園あるいは日本式庭園の基調を表現するものでもあり、柳宗悦は焼き物、染色、漆器、鬼畜工など洋の美の表現に使用している。現代ではデザインの概念の説明にも使用されており、吉岡徹、市原茂によると、江戸時代の美意識の一つである、粋の現代の女子大生のイメージには渋みの感覚があるという。色彩の表現においても渋さは用いられており、一般に渋い色といった場合は、彩度の低い色や明度の低い色、もしくはその両方が低い色を指す。日本の芸術家である岡本太郎は渋みについて執筆しており、音楽界では音楽の概念の表現に渋さが使用されている。最近のバンドの名前の一部に使用しているグループがあり、渋さしらつオーケストラがある。海外での渋いは日本の美意識として評価されている。陶芸家にして白樺派や民芸運動にも関わりがあるほか、日本民芸館の設立にあたって、柳宗悦に協力したイギリス人のバーナード・リーチは、純粋芸術としての陶芸に対して実用的な日用陶器を作る制作スタイルを示していた。The Unknown Craftsman, A Japanese Insight into Beauty などを使い、日本の和美、サビ&渋いの概念をイギリスに紹介し、展覧会も開いてその理論を解説した。浜田省司が外遊し、三ノ瀬州立大学でのワークショップを行った時の学生であり、ソルトレークシティにいた陶芸家のドロシー・ベアーンソンは、鉄釉の陶器で渋さを表現した作品を発表した。また、渋いは日本の美意識として注目され、海外の現代美術で特集されたことが、1960年に芸術新潮で日本に紹介されていた。1979年には、アメリカの小説家であるトレベニアンの小説の題材として採用された。日本のデザインを表現する上で、基本的な概念と考えられており、渋いの語は、英語最大の辞典である、オックスフォード英語辞典にも掲載されている。ありがとうございます。